皆さんこんにちは、かねです。チワワのカプチーノは今日も溶けてます。これはお腹撫でてのポーズです。あー今日も溶けてますね。あー顔がどんどん溶けていきますね。おやすみなさい。昨日の購入品動画でも紹介したんだけど、最近ねマスクにつかないクッションを2つ購入したので、今日これから実際に半顔ずつそれぞれメイクしてマスクして、でこの後ピラティスに行く予定があるので、本当にマスクにつかないのか検証していきたいと思います。使うのはこちら、ティルティルのマスクフィットレッドクッション 21N アイボリー2970円と、ザセムのトゥルーフィットフィクサークッション21番オート1590円。どちらも9点で寝代わり前に買いました。待ちきれなかった。どちらもセミマットタイプになってます。まずこのティルティルの方は SPF40PA2+、 24時間肌ツヤ持続力テスト済み、72時間メイク持続テスト済みというデータが載ってます。メイク持ちが良くて崩れの心配の、最後に人によって異なるよっていう記載があるんだけど、韓国ってこういうデータに基づく商品説明っていうのがあって、なんかすごいよね。アスタキサンチンとプロポリス抽出物とハイビスカスバナエキス配合でハリツヤ肌をサポートしますって書いてあります。皮膚低刺激テスト済みです。続いてザセムの方は SPF50+PA3+ で UV カット美白シワ改善の機能性化粧品って書いてあります。マスクの着用8時間、カラー持続力認証試験済みって書いてあるんだけど、臨床試験って言われると急にかっこいいカバーが持続するパウダーに密着成分をコーティングしてメイクの持続力を高めるっていう構造になってるみたいです。スイートアーモンドオイルとかが入ってるから保湿力があって、エピロビウムフレイスケリバナエキス、何これこれ初めて聞いたんだけど、早口言葉みたいだね。でそのエピロビウムフレイスケリバナエキスが皮脂をコントロールしてサラッとした肌に仕上げてくれるらしい。個人的には油水分バランスを整えてくれるっていうのがすごくいいなって思います。まずはティルティルの方から塗っていきます。卵型なの、卵型の初めて使うからさ、まだ慣れなくて、この卵の上半身しかいつも使わないんだよね。みんなこれちゃんと全身使ってるのかな。まずは赤みの気になる方から重点的にカバーしていきます。一番ヨレが気になるのは鼻の周りだよね。ちょっとしっかりめに叩いていきます。ファンデ用ブラシを使ってこういう感じでちょっとだけファンでつけて鼻の際カバーしていきます。塗り終わりました。こうやって比べるとなんかこの元の肌が全体的に赤っぽい感じで、こっちは結構綺麗に均一になったんじゃないかなと思います。では反対側の方にザセムを塗っていきます。ザセムの方は通常のまん丸のパフです。こうやって塗り比べてみるとザセムの方がちょっとみずみずしい感じで、ティルティルの赤のクッションはやっぱ結構マットだね。マットな感じです。こちらも同じくファンデーションブラシで小鼻の周りを追加で塗っていきます。小鼻の周りほんと赤みが強くて最近なのに、そこだけねクッションが届かないんだよね。はい、こんな感じで仕上がりました。やっぱ肉眼で比べるとさ、こっちの方がやっぱちょっと黄色いんだよね。まあしょうがないか。一応アイメイクもちゃんとやって、これからピラティスに行って汗を流していきたいと思います。帰ってきました。今日はそんなに汗かかなかった。さてマスクの中どうなってるでしょうか。じゃん、あ、おー、マスクにはついてるやっぱ鼻だけ一箇所ついてるわ。あとはリップはまあしょうがないとして鏡で見てみましょう。はぁ、ティルティルの方だけが鼻の先っちょ取れちゃってます。ザセムの方は全然ついてない、めっちゃすごい。しかもよれてもいない。途中ね鼻が痒くてかいちゃうんだよね、実は右側。でも取れてないね、すごい。鼻はさ結構しっかり
かり擦れちゃうじゃん。なので、まあ、仕方ない点なのかなと思ったりします。あと私が混合肌で T ゾーンがもともと油分多めなのもあるかも。鼻だけはねどうしても仕方ないのかな。でも同じ条件でもザセブの方は鼻も崩れてない、ちょうど半分こっち側だけよれてる感じだから、やっぱザセブすごいな。私が愛してやまないラネージュのネオクッションに似てるなと思います。程よいマット加減と落ちないっていうところが似てるかも。なので今回の結論はザセムが優勝ということにさせていただきたいなと思います。もしかしたらマスクの素材だったり今日の油水分バランスだったりそういう条件によってまた変わると思うんだけど、一旦今日の実験はこんな結果になりました。この頬とか全然よれてないのめっちゃすごいわ。少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございました。